さあ、24年やな、3月に入りまして、昨日29日ウルード氏やって29日あったんですけどね、24年に入って一番の掘り出し物、実はねこれなんですよ。これ24年に入って初めて見たわ。これ何って言ったら、あのプラモデルじゃなくてプラモデルの1個前、なんと木製キットやねん。これな、これ実は僕ね箱だけ持ってたりすんのよな。これあの車で走ってる動画の時にも言ってると思うけどね、これ見た時にねうおーって思ったの。これすっごいやんって言って、でこれがね何かっていうのがねまだ分からへんねんけど、とりあえずねあの買い占めてきました。あのね結構あんねん、あの色がね塗ってあったりして残念なやつもあんねんけど、これ色塗ってあんねんけどね、これ見てほら、後ろ木でできてんねん。これほらこれちょっとこれからねあのこれをね一回全部きれいにして、きれいにした上でねあのちょっとなんかしたいなと思って、ほらこれも見てほらこれ大きいやつになってきた。こんなやつもあんねんで、ほら大きいやつになってきた。ほらまあ一部なかったりする部品もあんねんけどね、これ木で作らなあかんねんよな。これほらこれが一番わかりやすいね、むき出しやから。でもう一個あんねん、でバラバラになった部品があってね、それは袋の中入ってんねんけど、これは一個外れてんのかな、煙突が一個外れてんねんけど、ほらこれすごいで。これがね、組み立て済みコーナーみたいなとこに置いてあって、あれ?とか思って。んで、組み立て済みコーナーのところからで、急いで持って行って、ちょっと中身してくれるかなって言って見て。でね、これ、他にね、ウォーターラインでね、完成したやつだな。ウォーターラインで完成した、ものもあってんけど、そんなんいらんって、もう、そんなんいらんからって、これだけ、お金はちゃんと払うから、これだけ持って帰らせてくれって言って、持って帰ってきたんですよ、これ。これ。おそらくこの辺で、だいたい巡洋艦ぐらいやろ。で、これが軽巡ぐらい。で、これが、まあまあ軽巡かな。で、これが駆逐艦ぐらいなんかなっていうところなんですけどね。これね、お店の人もね、まあそれはさよな、アルバイトのお店は知ってるわけないよな。静岡県やな、静岡県に、なんで静岡にプラモデル屋さんが、プラモデルメーカーが多いのかやん。静岡って、静岡にね、プラモデルメーカーが多い理由がここにあんねん。うん、僕もね、いろんな文献を読んだことがあんねんけど、静岡っていうのは、材木やな。材木をね取引する会社がすごくたくさんあってて、静岡にはんで、その材木やな、木とかを切った後の残った木のくずかなんかが、すごい量のくずが出るらしくって、でそれをね、再利用しようって言って、実はタミヤでもそうやねん。タミヤですら初期の頃はこうやって木製キットを売ってたわけ、ね、で僕がね知ってる限りね、一番最後まで木製キットを売ってたのは木でできたキットやな。木でできたキットを最後まで売ってたのはね、今井化学はそうやね。一番最後まで木製キットを売り続けてたのは今井やねん。で、あと、長谷川とか、富士見。もちろん、青島とかもそうやってし、タミヤですらね、こういうことやってて。僕も、だから、ここにはないねんけど、大阪やな。大阪に帰ったら、カタカナタミヤやな。カタカナタミヤの頃の、木製キット持ってるから。戦車とかあんねん。で、今井とかやったら、お寺とかね、お寺さんとか、があるのよ。お城とか。
あんねん。うん。で、それのね、船版がこれやん。初めて見たわ、船版。まあこれちょっと残念ながらも組み立て持てるけど、こういうね、木くずやな。こういう風な木をね、切って、加工して。で、こういうやつは木くずをね、自分で、こう入ってんね、袋の中に入ってて、自分で探してきて、乗せて、んで、覆ってたらそれをね、ひっつけて、木製ボンドで。で、これが針金とか使ってやる。で、これがね、例えばやけどね、もしかしたら、いやそんなん言うけど、これってね、どっかの工作やな、中学生か、小学生か中学生が、小学生とか中学生が、どっかでこれ作ったやつちゃうのんとかって思う人いてんねんけど、この裏側見てもらったらわかんねんけど、裏側と、ここ。前やねん、ここ。ゆるいカーブが、ここにね、カーブがあんねん、ここに。これって、よほどの機械かなんか使えへんかったら、ここの曲面っていうのは出ないね。この木製キットでは。木製っていうか、この木でね、木を切って、船の形にするってね、相当な技術がいるんやね。これもそうやけど。ここ。前から見たらあかんねんか、ほら。で、これなんか特にわかりやすいで、大きいから。ここのところ、ほら、カーブがあってね。ねんけど、これほら、これをね、左右対称やな、ここ左右対称でここまで綺麗に切り出せるのってね、なかなかないできんで、これ真ん中にこれ穴開いてるでしょ。これ多分ね、機械かなんか使う時のね、ポイントで穴が打ったんねん、これで、ガーンって削っていってんねん、これすごいで、これこれに箱があったらなーってね、店で見とってん。これに箱がついてたら、とか説明書がこれについてたら、箱とか説明書がついてたら、おそらくね、これ箱と説明書がもしついてる状態で、この状態やったら、箱と説明書がついて、この状態やとしたら、多分ね、僕やったら多分5万円ぐらい出してんで、これだけに。箱と説明書がついとったら、5万円ぐらいを出してもいいぐらい、これ。うん、これが一番わかりやすいね。で、この辺になってくるとね、やっぱり裏側とか見てもそうやし、この曲面がね、左右対称で、ちゃんと鋭角になってるところがね、それやね、これ。なあ。けどね、やっぱりプラスチックやな、日本で初めてのプラモデルって、何やったかな。どっかのね、今はもうないようなメーカーが初めてプラモデルっていうのをね、アメリカから来たやつを使って見て、それええやんと思って、プラモデルを売り出すね。確かね、文献で読みたいんやったら、タミヤやな、タミヤが出してる、タミヤの歴史かなんかいう本があんねんな。タミヤ模型の歴史とかっていう本があって、その本に書いてあんねん。最初はタミヤですら木製キットやってて、で、ある日、外国から黒船がやってくるみたいな文言、本にそう書いてんねん。外国からやってきた黒船、何って言ったら、日本ではこんな木製キットがずっと売られてんのに、海外からはプラスチックを使った曲面まで綺麗にできたものが日本に入ってきて、それにね、確かタミヤの初代の社長がすごい衝撃を受けて、アメリカまで見に行ってんねんで。で、アメリカまで行って、それを見て、これからはプラモデルの時代が来る。これからはね、プラモデルの時代が来るって言って、で、そっからね、プラモデルに転換していくね。で、タミヤとか、あとは、長谷川とか、まあ、静岡にある会社やな。静岡にある、木材メーカーいうか模型メーカーって言い方が当たってんのかもしれんけどね、が次々と木製キットをやめて、プラモデルになっていくねん、ずっと。だからやねん、プラモデルっていうのは、プラモデルっていうのは厳密に言うと、プラモデルはね、登録商標なんやで。ちょっとGoogleで検索してあげるわ。プラモデルはね、
登録商標やねん。いや、ちょっと見てあげよう、Google で。プラモデルの意味は、めんどくさいな。プラモデルの意味。プラモデルとは、プラスチックの部品を組み立てる模型、プラモ。うん。待ってや。これ、プラモデルの名前は、由来は。初めてプラモデル売ったのどこやったかな。あ、これや。昭和33年、マルサン、日本で初めとなるプラスチック製の模型を発売した原子力潜水艦、哨戒水雷艇、飛行機、車、ダットサンセダンの4種類だったってね。マルサンか。マルサンやねんけど、プラモデルって登録商標やで。プラモデルって登録商標なん？わあ、書いてる書いてる。ほら、プラモデルは、マルサンが1959年に申請した登録商標だった。1968年に、マルサンは倒産。再建されたマルサンから1974年に問屋の、三つ星商店に売却され、翌75年に日本プラスチックモデル工業、協同組合に移籍されていると。60年代にはプラモデルと呼べるのはマルサンだけというキャッチで、マルサンの登録商標であることを強調していた。で、タミヤや長谷川のようにマルサンがブイブイ言っていた時代から、プラモを発売している会社はプラモデルという呼称が使えないので、呼び方が間違っているし、自由に使ってもいいとなって以降も買えないのでしょう、ということでね。これプラモデルっていうのは登録商標やん。実はバンダイがガンプラガンプラ言うてるやん。バンダイがガンプラ言うてんのも、あれね、プラモデルっていう言い方したら、プラモデルの横にね、R 丸って書いてあるね、間違いなく。登録商標やからやねん。プラモデル。R 丸は。で、それを嫌ったバンダイが、やねん。ついでやから、ちょっと Google さんでちょっとやってみましょう。このね、やつはちょっと盛り上がんで。木製キット、いつ頃まで発売。あかんな。ちょっとあかんかったな。タミヤ木製キット。来ました。ああ、結構まあ出てるやつあるな。ヤフオクに載ってるわ。見てみる。ほら。あかんわ。全然話にならへんな。ヤフオクもクズやな、ほんまに。ちょっと待ってや。タミヤ。タミヤの歴史行ってみようか。ここや。ウィキペディアから。タミヤ模型とは、株式会社タミヤは、静岡県静岡市に本社を置く、模型プラモデルメーカー。世界有数の総合模型メーカーである。旧社名は株式会社タミヤ模型。艦艇、飛行機、AFV、車などのプラモデル、ラジコンカー、ミニ四駆、弾丸レーサーといった稼働模型、楽しい工作シリーズといった、工作用パーツ、プラ板などの、塗装用具等も販売も行っているということでね。これ、創業者であるタミヤ・ヨシオは、いや、何やねん、もう。何やねん、これ。創業者であるタミヤ・ヨシオは、第二次大戦以前、
運送業を営んでいたが、1945年6月の静岡大空襲で事業基盤の大半を消失してしまったため、戦後製材業やな木を切る仕事に転じ、1946年にタミヤ商事合資会社を設立、1948年には木製木工部門を設計し、主に船舶や飛行機の木製模型を製作していた。しかし1951年に漏電が原因で火災が発生、会社社屋や材料の木材等を消失したため大きな借金を抱え、材木の仕入れにも支障をきたすようになったため、1953年には一般建築材の資材販売を廃止、模型専業メーカーとなるってことね。次行きましょう。1950年代半ばから日本国外製プラスチックモデルが輸入され始め、木製模型の売り上げが減少していったことから、プラスチックモデルを製造することが1959年に決定され、翌1960年にタミヤのプラモデル第1作目として800分の1スケールの戦艦ヤマトを発売した。しかし同時期に栃木の模型メーカー日本模型、通称日模が同型艦武蔵の750分の1スケールを350円で発売したため、タミヤも赤字覚悟で同価格に設定したが売り上げが届かず惨敗となった。金型製作費の回収ができなかったため、再び木製模型の商品化を行ったが、その間にも当時の模型業界の流れはプラモデルやと主軸が移り始めていた。なお創業者のタミヤ義雄の自伝には、タミヤ第一弾プラモデルは武蔵だったと記されているが、タミヤ模型全仕事の編集中にヤマトが同社第一弾だったことが確認された。60年代に入るとひょんなことからプラスチック玩具の不要になった金型を借り受けることができ、それを利用して発売したレーシングカーのミニキットが幸運にもヒットし、資金的に次のプラモデル製作のめどが立った。第2作目のプラモデルは形状が直線で金型に作りやすいパンサー戦車に決定し、箱はイラストレーター小松崎茂氏に依頼された。1960年の正月に発売された同キットはモーターを搭載し、よく走ること、組み立てやすく、説明文が丁寧であることから好評となったってね。な感じで木製キットやで、やっぱり。あ、ちゃうか。これはね、ちょっと当分の間ね、これはちょっとバラして、ちょっともうちょっとかっこよくしようやね。これ木製キットみんなね、そうやね、タミヤもルイにもおれずね、木製キットはね、結構ね、一時ね、一世を風靡したらしいね。らしいねんけどね、結局ね、加工が難しいことやな。大量生産に向けへんねん、この木製キットっていうのは。はい。ということで、すいません。僕のちょっと個人的な思考ですけど、これ、木製キットが手に入った。これは行くしかないやろ、みたいな。はい。これってね、ここの手法のとことかね、もうちょっと太かってもええんちゃうのと思うねんけど、これがね、こういうのがいけてんねんな。こういう、このキットは、木製キットは。